はい、トイハッピーです。今回の動画はサウンドロックシードの8弾です。平成最強スペシャル4ライダーの最終フォームのロックシードですね。中身はこんな感じです。会場のスイッチの形状は4ライダーともに同じ形です。はい、まずはダブルサイクロンジョーカーエクストリームです。塗装されているのは前半分だけですね。展開するとエクストリームメモリのシールが取り形態、展開形態両方貼ってあります。続いて仮面ライダーオーズプトティラコンボのロックシードです。中のシールはプテラトリケラティラノの大メダル3枚とオーズドライバーに装填した後のメダルの絵柄のシールです。そしてインフィニティカラーリングは個人的には非常にツボです。中にはウィザードライバー、そしてインフィニティリングのシールなんですが、ちょっと浮いちゃってますね。まあこれで OK かな。インフィニティは動画でちょっと分かりづらかったんですが、顔の宝石部分には細かな線が入ってまして、ロックシードの薄っぺらいっていう制約の中、この線がうまくカバーしている形ですね。続いて仮面ライダーフォーゼコズミックステイツのロックシードです。シール部分にはコズミックスイッチ、そして上にはコズミックスイッチを挿したフォーゼドライバーのシールです。個別の音声動画はそれぞれアップしてますが、この後6シード4つ連続で鳴らしてみます。
以上音声チェックでした。久々に聞いた言葉や効果音、ダブルプリズムエクストリームはちょっとびっくりしました。エクストリームの変身音も結構良かったですね。こちらはコズミックスイッチの音声、そしてデンジャー、聞いたらニヤッとしてしまいますね。インフィニティのフィナーレも意外なとこでした。結構デザインは気に入ってます。顔だけじゃなくてちょっと襟元も入るとイメージ違いますね。そしてプトティラ、まさかのごっくんも意表をつかれました。ということで6シード8段平成最強スペシャルでした。ご視聴ありがとうございます。